どうも、愛知です。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。毎年この時期ですね、ダラダラジオで卒業式っていうことで、まあ、来賓のおっちゃんみたいなイメージでね、祝辞というか送りたい言葉を喋ってたんですが、まあ、せっかくなら、ちょっと姿を見せて喋ろうかなと今年は思いまして、で、卒業式って言ってんだから、じゃあスーツ着ようぜと思って、スーツをちょっと出してきて、こう着ております。ちょっとね、立つポジションでこの部屋ちょっと撮影できないんで、なかなかうまくね、撮れないんで、座ったままで申し訳ないんですが、ちょっとこの格好で行きますので。では、改めてになりますが、ご卒業皆さん、おめでとうございます。で、今年はですね、3つ、ちょっと送りたい言葉があります。で、まず1つ目なんですけど、これね、ちょっと前の YouTube のキャッチコピーにあったんですけど、好きなことで生きていくっていうキャッチコピー聞いたことありますかね？好きなことで生きていく。で、やっぱ好きなことで生きてってほしいです。できればみんなにもね、そう、好きなこととかやりたいことでね、そう。だけど、好きなことで生きていくっていうのは、好きなことだけで生きていくっていうことではないんだよね。それをね、ぜひ覚えておいてほしい。で、どういうことかっていうと、好きなことをするためには、嫌なこととか、めんどくさいこととか、自分がやりたいって思ってたことじゃないこととか、そういうのを乗り越えて、その先に好きなことがあるんです。自分も今教育、ね、教育大好きなんで、好きなことで生きていってますかって書いたら、生きてやってますって、好きなことで生きてますよって答えることができます。胸を張って今自分は。けれど、ここにたどり着くまでには、遠回りっていうかもう道間違ってんじゃねみたいな。道も歩んできましたし、でも、それが無駄な道だったのか、まあね、無駄な遠回りだったのか、その遠回りをしてだからこそ今があるのかっていうのは自分の考え方次第だと思います。自分は無駄な道なんてなかったと思ってる。遠回りはしましたよ。しましたけど。うん。だからみんなもこの先生きていく中で、まあ、進学、就職ありますけど、いや、ちょっと待てと。いや、こんなことするためにこの会社入ったんじゃないんだけど、みたいな時もあるんです。なんでって。俺もっとそっち側のことしたのになんで雑用ばっかなのみたいな時もあるんです。踏ん張んなきゃいけない時もいっぱいあるんです。でもそこで頑張ることで自分の好きなことやりたいことにつながるんであればそこは踏ん張ってほしい。で、やっぱりそういうふうにやりたくないことをやってる時って逃げ出したくなるんですよね。逃げ出したいし、もっと近道があるんじゃねえかなって思うんですよ、きっと。で、もしかしたらあるかもしんない、近道が。でも大体の場合はその場所で踏ん張ることで得られることの方が大きいです。なので、その好きなことで生きていくためには、好きじゃないこと、めんどくさいこと、嫌なことっていうこともたくさん乗り越えなきゃいけない。で、そういっためんどくさいこととかに出くわしたときに、あ、これは自分が、ね、俺が、私が好きなことをするために、それでやっていくために通るべき道なんだと割り切って、ぜひね、踏ん張ってほしいと思います。そう。あの、好きなことで生きていくってキャッチコピー好きなんですけど、でもやっぱ履き違えてね、囚われやすい言葉ではあるので、それをぜひ、なんかここどっかね、ほんとね、みんなの心のすごい片隅でいいんですよ。端っこの方でいいんでね、ちょっと覚えておいてもらえると嬉しいです。はい。で、二つ目は、辛い時こそ感謝をっていうのを送りたい。まあ、受験でね、たくさん辛いことあったと思います。悩んだこと、泣いたことあったと思うんですけど、この先辛いことはまたあります。絶対生きてったら、もしかしたら今回の受験で味わったこと以上の辛いことが待ってるかもしれない。でも辛い時ってのは余裕がなくなります。人にも優しくなれないんです。調子いい時、うまくいってる時、優しくなります。余裕があるから、心に。でも辛い時、余裕がない、厳しい、人のことなんて考えてらんないって思う時だからこそ、ぜひそういう時だからこそ周りの人に感謝の気持ちをぜひ持って伝えてください。これ伝えるのが大事。感謝の気持ちをね、それが必ず自分に返ってきます。感謝っていうのは、はい、っていうのを送りたい。で、最後、長くなるからね、最後はこれはもう毎年必ず言うと決めてる、もう1年目からずっと言ってることなんですけど、自分の、まあ、人生の格言ではないんですが、大切にしている言葉の一つです。これを送って終わりたいと思います。それは、人生っていうのは 51% の幸せと 49% の不幸せでできてるっていうのが自分の格言なんです。
この比率は別にいいんです。60と40でもいい、70と30でもね。ただ大事なことは、幸せの方が絶対ちょっとは多くできてんだよって俺は思ってるの。これは納得ね、できない方もいると思いますけど、特に今不幸がすごいね起こってる方なんかは、いやいや待てと、私不幸なんだけどめっちゃみたいなね、あるかもしれないですけど、自分はそれを信じて、それは揺るがないんです絶対に。なんでかっていうと、生きてるじゃないですかみんなも、俺もそうだよ、生きてる。どうせ生きてんだったらいいことのが多いくていいでしょと思うんですよ。いやいや辛いこととかね、不幸せなことのが多い人生なんてと思っちゃってるのね。だったら自分の考え方とか捉え方とか次第で、ちっちゃな幸せなんていっぱい落ちてんすよ。ほんと自分で幸せの基準をどこに持っていくかだから。宝くじ当たること、それが幸せかって、いやそもっとちっちゃなことあるでしょって、うん、それはみんなの基準だからわかんない。自分はだって朝起きてめっちゃ外晴れてて、いや雲一つのやばくないこの青空みたいな、それだけでも幸せ感じますからね。いや安いかもしんないよそれ、安いかもしんないけど、そういう積み重ねは大事だと思ってる。だから自分は運がいいと思ってるし、自分自身のことを幸せだと思ってる。不幸せなことたくさんあったよ、うん、中学の時のいじめもそうだしね、そうそうそう、いじめもそうだし、いじめ受けてたのもねそうだしね、鬱みたいなことになっちゃったからさ、そう、鬱病みたいになったことあるんでね、自分多分あの昔のダラダラ城聞いたことない方は分かんないと思うんですけど、そう、そういう時期もあったんですよ。そうでもそれさえも笑って話せるからね今。なのでしんどい時ね、さっき言ったように辛い時こそ、くれたもや、噛んだ、辛い時こそ感謝って言いましたけど、辛い時あったら絶対幸せが待ってます。なぜなら幸せの方が多いはずだから。辛い時が来たらそれを乗り越えた先に幸せが待ってんだって、で幸せが待ってるって信じてる人には幸せ来るから。そうなのでぜひね、もう願うことはただ一つなんです。ただ一つ、みんながこの先の人生で少しでもたくさん笑える人生になってほしいので、願わくばそれプラスみんなの周りの人も笑顔になる人生になってほしいと思ってる。みんな自身もそうだしね、みんな自身が笑える人生が一番なんだよまず。だけどその笑顔が伝染してみんなの周りも笑顔がいっぱいだと、幸せな人でいっぱいだっていう人生になったらいいなと心から願ってます。そのためにはやっぱり幸せなことだけじゃないし、この先辛い時こともたくさんあるからさ、そこをどう考えてどう乗り越えるかっていうのが大事なので、今日送った言葉が少しでもね、なんかみんながこの先の人生の時に、辛い時にさ、ヒントになればなと思っております。はい、ではちょっとね長くなっちゃったかもしれないんですけど、ここまでご視聴いただきありがとうございました。そして最後にね、改めてになりますが、本当にご卒業おめでとうございます。で特に高校生の方に関しては自分のこの勉強動画使うのもね最後となりますので、ここまで本当にね勉強動画、まあ本当 YouTube たくさんね面白い動画がある中で、こうやって勉強っていうところにこれを使っていただいて本当にありがとうございました。この先みんながね、もうこれはもう高校生だけじゃないですけど、みんなが少しでもたくさん笑える人生になることを願ってますので、今後もどうぞね活躍していってください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。